はい、おはようございます。久々に夫婦の Vlog を見ていただきたいなと思いまして、僕今から出発するんですけども、奥でお嫁さんがバタバタしております。いつも準備が間に合わない間に合わないって言って、今タンクトップでね、たくましい腕を振り回しながら、走っておりますけども、行きたいなと思います。美容室から帰ってきた嫁、どうですか？可愛くなりました。さすがおせさん、すごいね。行こうか。行こう。ではどうでしたか、髪の毛は？よかったよかった。それさっきやったよ。そうか、うん、あのランチはどうすんの？あ、いいよ、美容の方に行きます。はい、美容の方に行くの？もう恥ずかしい。いいね。恥ずかしい嫁だったのだ。頑張った。君これお母さんと来たんでしょ？はい、2回目ですね。僕初です。両手飲むの分かります。長いから。今日はオレンジコーデで。レディースも出したんですよね。ネック。マグロと菜の花。マズワイガニパスタ。ごちそうさまでした。はい、ということでね、行かせていただきました。すごいよ、おしゃれで、お高そうなところやったんですけど、僕ら普段はね、この間餃子3日連続同じ餃子とか、ね、肉じゃが3日連続とかっていうのを毎日作ったりしてるんですけども、まあ、たまにね、こういうの行かせていただいて、ありがとうございます。そうなんですか。はい。ということでね、僕ら実は初詣まだやってないんですよ。まあ、いつやねんっていう、年明けいつやねんって話じゃないけど、今からね、行きたいなと思います。ちなみに今日はね、オレンジの、コーデをさせていただいております。僕はね、秋のオレンジ、君は春のオレンジ、ちょっと色味が違うんですけどね、リンクコーデでやらせていただいておりますが、八坂神社行きます。大丈夫ですか？出ちゃう。こちらがですね、八坂神社と申しまして、行きたいなと思います。端っこって端っこ、端っこですね。綺麗なお姉さんが来てるよ。お手手洗いましょうか。あ、そうですね、お清め、お清めしましょうか。こういうの好きやもんな、神社とか行ったり、ミーハーなことすんの。何すんのって言うの？そうだ、ごめんごめん。ここに白像貼るぞ。え？白像貼るぞ。先生、どうしますか？どっち？いや、去年はさ、いろいろ行った年やったけどさ、今年はどうしたい？今年もいろいろ行きでしょ。行きたい？どんな年にしたいとか言うてよ。去年だから、とりあえず健康よ。健康になりたいってこと？健康になりたい、健康維持。またお願いすんの？うん、神社お願いすんなって言われて。感謝だ。ありがとうって感謝します。はあ、感謝しに行くの？はい。わざわざ京都まで来て？はい。近くのとこでいいやん。ここ恥ずかしいの？人に見られて。なんで嫌な？なんで嫌か教えて。そしたらそれは終わるから。見られるの嫌だから。あ、見られたくないの？ごめんな、一回切ります。嫁像は、平成3年ですので、バッチリ厄年でございますね。厄年おめでとうございます。ありがとうございます。僕はですね、42歳だったね。男の人よく言うような42はって。俺はもうそういうの信じひんねんけど。お祓い行くの今年？はい、行きます。行く？あそこ住吉大社に行ってきます。一人で？はい。頑張ってね。せっかくや、先に引きますか、いたる、うん、うん、いいよ。いや、そんなん分からんて、もうとりあえず持っときゃええねん。あれ持ってかない、覚えとくんだよ、自分で。あ、そうな。あ、つながる。出ない。なんで？早く早く。出た出た。これ何本？16やん。もういい、これ君なんか6、100の誕生日。あ、覚えやすいじゃん。16、うん、まさか
の私が書くわ。これ何倍だっけ？15くらいってば。あ、お金払ってくれるの？400円です。最初はグッだっけ。はい、はい、そうです。おい、カメラ見えてんやん。はい、そうです。しゃー、正しい、正しいじゃない、勝ったわ。パンチだ。こんなん今しか覚えてない。明日になったら覚えてない。これ一回見返したことない。でもなんかでも、いいんじゃん。柑橘です。柑橘です。はい、ということでね、地元の駅まで帰ってきました。嫁田さんどうでしたでしょうか。お久しぶりのおデートは。よかった。よかったですね。色ですね、オレンジですね。去年はね、いっぱい旅行行かしてもらったんですけど、久々に。今年はそんな予定あんまりないのでね、うん、まあデートまたできるときはしましょう。はい。初詣でもさせてもらってね、まあ今年もまた動画投稿ね、頑張っていきたいなと思いますので、またぜひ皆さん見てください。で、動画投稿があるとね、あえて豪華なご飯に行けるんですけども、動画投稿がないと、今日もね、この後はレトルトカレーを食べるっていう、昼とえらい違いなんですけどね、レトルトカレーをチンして食べたいなと思います。ちなみに堀西でございます。堀西のカレーを食べますのでね、オレンジの社長さん聞いてますか。堀西の社長堀西の社長じゃ、レトルトカレーね、食べさせていただきます。よろしくお願いしますということで、また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。拓蔵のメンバーシップの方を募集しております。先行動画が見れて限定動画もやっちゃってます。そして飲み会があったりとか、カレンダーを毎月プレゼントしておりますので、僕と同じカレンダーにしていきましょう。そしてお名前のスポンサー、そして記念品をプレゼントさせてもらっているので、下記の方法からメンバーシップお待ちしてます。